どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい仲の人、エルザです。今回はルアンがいない人向けのホタル編成候補を紹介していきたいと思います。何かと編成採用枠の幅が広いルアンですが、ガチャの状況やエンドコンテンツの編成によってはルアンと組ませるのが厳しいということがあるかと思います。もちろんホタルの編成にもルアンが必須みたいなところがあるので、持っていないと難しいですよね。そこで今回はホタルの編成にルアンがいなかった場合、候補となるキャラを組ませるとどれくらい違いがあるのか、実際にプレイして比較していきたいと思います。それでは今回の条件についてです。ルアンの入れ替え候補としては、銀狼、ブートヒル、ケイナイフン、アスター、ペラの5人がよく出てきます。入れ替えの候補としては似たような役割だったり、ダブルアタッカーというところですね。こちらのメンバーを比較するときの基準としては、ホタル、調和主人公、ヤラガーは固定とします。裏には12前半で実践をしていきます。クリアが不可だった場合、11前半で再測定を行います。オート戦闘のみでラウンド数を測定します。こちらの3つの内容で比較をしていきます。オート戦闘での比較となりますので、指導との差は出るのかなと思います。また、育成状況によって違いも出てきますね。その点に注意して編成の参考にしてもらえると嬉しいかと思います。それでは本編の前にですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信をしています。今後も解説をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは本編を見ていきましょう。早速ですが、エンドコンテンツのラウンド数の比較をしていきたいと思います。思ったよりもクリアが難しかったっていうのが本音ですね。それではラウンド数です。ルアンに関しては3ラウンドです。ここを基準に考えていきたいと思います。銀狼に関しては12に関しては不可となりました。クリアできたのは11前半で4ラウンドとなります。ブートヒルは5ラウンドクリアです。ケイナイフンは12層クリア不可となりました。11前半で6ラウンドクリアは可能です。アスターに関しては10ラウンドでクリアです。ヘラも同じく10ラウンドクリアとなりました。ルアンに関しては問題なく3ラウンドクリアでいけたので、かなり余裕はあったなと思います。やはり適性が高いというところですね。銀狼については装備を防御類に変えたりとしても、単体特化の部分が相性が悪く、クリアが厳しかったなっていうのがあります。バリアにかなり阻まれたっていうところありますね。ただし11前半では普通に生存できていたので、アルジェンティーとの相性の悪さが出てしまったのかなと思います。あとはプーマを狙うかどうかっていうところで、そのオートの挙動にも影響があったのかなと思いますね。ブートヒルに関しては胴体のメインステを防御に変えるとクリアの安定感がアップし、クリアすることが可能となっていました。防御力が一定数低いとクリアは難しいというところでしたね。ホタルと一緒に弱点撃破を狙いやすくなってくるのもかなりありがたいところで、 SP 管理が難しい割に戦いやすさっていうのは見ててあったように感じます。ケイナイフに関しては防御力がどうしても低くなりがちなので、メインステを一つ防御にしてみましたが、クリア不可となっていました。ただし裏には11くらいならクリア自体は問題なかったので、12は回復のタイミングとかヘイトの問題で変わるのかなと思います。アスターについては速度アップによるホタルの行動回数アップでダメージを稼ぎやすくなってました。バウンド攻撃ではありますが、複数に対して攻撃ができるため、バリアの解除ができて安定感につながったのかなと思います。ただし10ラウンドかかってますので、クリアはできるよっていうぐらいの感じです。なのでこのあたりは厳選次第でさらに伸びるのかなと思います。ペラについては全体防御デバフによって敵全体を削りやすく、ホタルのダメージを出しやすくなっていました。ですがアスターと比べるとラウンド数の差はほとんどなく、敵の属性に合わせるのがいいのかなという感じです。 SP 消費が激しくなるので、ホタルがたびたびギルを使えないということがあったのが気になるところでしたね。ブートヒル、アスター、ペラに関してはクリアが可能だったので、それなりにエンドコンテンツでは使用できるかと思います。指導になった場合もっと短縮できる可能性っていうのはありますね。ですが他のキャラに関しては耐久面がどうしても足りないことがあり、育成面でのカバーがかなり必要かなと思います。裏には11をクリアできるので問題ない性能とは思いますが、エンドコンテンツ主軸で考えていくとちょっと物足りなさを感じるなっていうのがありました。まあ、このあたり突状況とかにもよるかなと思いますが、個人的に何度か異物だったりとか装備を変えてみてもクリアできなかったので、ちょっと厳しいのかなと思ってます。それでは各キャラを採用する上でのメリットを見ていきたいと思います。編成を組んで戦うだけでは意味ないですからね。メリットも大事かと思います。ではまず各キャラのバフを比べてみましょう。
ルアーに関しては弱点撃破効率、速度アップ、全体性貫通アップっていうのがつきます。どれも相性がいいものとなってますね。銀狼は弱点属性付与、全体性ダウン、防御力ダウンになります。ブートヒルは物理弱点属性付与、弱点撃破ダメージで応戦ができるというところです。剣ナイフは火ダメアップと持続ダメージですね。アスターは速度アップ、攻撃力アップ、炎属性ダメアップがつきます。テラは防御力ダウンと効果命中です。ルアンに関しては弱点撃破効率や速度といった撃破特攻ダメージを発生しやすくなるものが多くあります。性能的に唯一無二の能力なので強いのは当たり前というところですね。やはり性能の良さがズバ抜けているというのがわかります。銀狼に関しては防御係数に関するものが多いので撃破特攻自体のダメージはアップするというのがいいですよね。ただし単体向けのものが多いので複数体だと活躍が難しいというところです。単体特化だったら銀狼は相性がいいかなと思います。ブートヒルはホタルと一緒でアタッカーとして立ち回ることになるので弱点付与しながら火力を出していく感じになりますね。ただルアンがいなくてもホタル一人よりも弱点撃破を狙いやすくなるため意外と相性が良かったなと思います。個人的にはブートヒルの編成はかなり好きですね。ケイナイフに関しては防御デバフと持続ダメージとなっていますがスキルが拡散となっているので複数戦で力を発揮しやすくなっています。そのため炎弱点がたくさんいるときはホタルとの相性が発揮しやすくなるっていうのがいいですね。この炎弱点がどれだけいるかっていうのがかなり影響してくるかと思います。アスターに関してはホタルの性能をアップしてくれる速度と攻撃力アップがあるためホタルの行動回数やダメージを引き伸ばしてくれます。炎属性バフもホタルだけでなくギャラガーにも影響してくるためチーム全体に貢献しやすいっていうのがいいところですね。ペラは銀狼と被る部分がありますが大きな違いとしては敵全体の防御デバフを付与できるという部分ですね。なので複数戦においては活躍がしやすくなっています。またバフ解除もできますので敵の強化状態を少しでも消せれるのは生存につながるのでありがたいところかなと思います。バフの適性でいうとルアンが一番相性が良くなっていますね。その次にケイナイフンやアスナーといったところです。銀狼やブートヒルに関しては単体に対しては強いんですが複数体いるとどうしても生存が難しいなっていうのは感じました。育成や指導なら扱うのは問題ないかなと思いますが安定感に欠けるというのはあるかと思います。それでは今回の実践結果から編成する優先度を発表していきたいと思います。これに関しては育成の状況によって順位が変化があるかなと思いますので参考程度としてください。それでは順位はこちらになります。1位はルアン、2位はブルートヒル、3位はアスター、4位はペラ、5位は銀狼、6位はケイナイフンとなります。今回オート戦闘での判断となりますがデバフの付与を手軽にできるかホタルの性能を引き上げるキャラの方が安定感があったなというところです。ただしブートヒルに関しては調和主人公とも相性がいいのでダブルアタッカーとして組みやすいなっていうのがありました。実際にラウンド数も他のキャラよりも圧倒的にターンが少なかったので2番目としています。また炎弱点の敵が多い場合はケイナイフンやアスターは最適になるので順番は変わるかなと思いますね。今回アルジェンティで試してますので属性の相性としてはちょっと悪かったのかなと思います。敵の炎弱点が少ない場合であればブートヒルや銀狼の採用としてはかなりいいかなと思います。弱点撃破の効率を上げた方が扱いやすいなってなりましたね。まあ、今回がそれがいい例かと思います。ですが全員に言えることとしては耐久面において替えのメンバーはちょっと厳しいなというところがありますので育成面での試行錯誤は必須です。特に防御力をメインステでどれか一つつけるっていうのが求められるかと思います。エンドコンテンツをプレイする際はどうしても入れ替えとメンバーが全滅する流れが多かったですからね。そこからどんどんチームが崩れていく印象でした。ルアンに関しては防御力を持ったりとかしていくのでこの辺り何とも思わなかったんですよね。大きな差となっていたと思います。また火力面だけでなく戦闘においての効率を意識してメンバーを変えていくのが良さそうかなということがあります。この影響もあってブートヒルが相性が良かったんじゃないかなと思いますね。戦闘効率はめちゃくちゃいいですからね。それについてアスターだったりとかデバフが多いキャラが順に並んでいったのかなと思います。ということで今回はここまでとなります。ルアンがいない場合の編成の参考にしてもらえれば嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった役に立ったという方がいましたらよければチャンネル登録ご評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。